わーどうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。最近ですね、私パンチパンダなんですけれども、よく配信とかで登山行きたい登山行きたいみたいなことを言っていたんですよ。まあというのも、配信で過去に登山配信みたいなのをしたんですけれども、それの録画がちょっと運営に消されちゃいまして、だからもう一回トライしたいなっていうことで、まあ登山したいって言ってたんですけれども、どこからその情報を仕入れたのかとかわからないんですけど、登山靴を買ってくれるみたいな話になったんですよ、うちの父親から。で、まあ連絡が来まして、いつ空いてるみたいな、あ、この日空いてるよっていうことで、先日、まあその父親と、まあ、合流をしまして、で、まあ車に乗ったんですよ。で、車に乗っけてもらって、ブーンってスポーツ用品で行ったんですけれども、まあその中で、まあそのスポーツ用品店の中にある登山コーナーみたいなところで行って、登山シューズ結構並んでたんですよ。結構品揃えあったんですけれども、サイズがいいのがなくて、自分ですね、靴のサイズが 26.5 なんですよ。で、26と28があったんですよ。で、なんかまあいいなって思ったシューズ 26.5 がなくて、まあ一回26履いたんですけれども、やっぱちょっときつくて、で、まあよし別のとこへ行こうみたいな、まあそんなに車で多分20分ぐらいかな、そんな遠くないから、まあ行こうってことで、まあ向かってたんですけれども、なんか昨日2日前かな、なんかミヤネ屋、父親の車のなんかナビみたいなところでテレビ見れるんですけど、まあテレビずっと流してて、で、まあずっと会話してたんですけど、会話してる中、間に、ミヤネ屋がね、入ってくるのよ。で、そのミヤネ屋でやってたニュースっていうのが、なんかね、乱行パーティー卑猥なパーティーがどうのこうのみたいな。で、警察が140何人かどうのこうの、なんかその、入ってったみたいな。夜中の3時。で、一斉で捕まえるみたいな、そういうニュースをずっと言ってた。で、なんか裸で抱き合ってるとか、で、これはどうなんでしょうね、みたいな。ずっとね、割り込んでくんのよ。結構、スパスパスパーみたいな。めちゃくちゃ気まずくて。でね、まあ、着いたのよ。着いて、もう行ったんだけれども、やっぱ27しかなかったの。だから、まあ、27履いてみようってことで、履いたら、結構良くて。そう、こちらです。こちらなんか登山シューズみたいな。いや、結構でも、かっこよくない？これさ、なんか登山シューズっぽくないんだよね。いや、これ何が優れてるのか、何が登山っぽいのかっていうと、水をね、弾くらしいんですよ。水弾いて、靴の中が濡れ、なんか長靴みたいなもんだよね。で、しかもめちゃくちゃ軽いのよ。もう結構いいなぁ、みたいな。そう、買ってくれたんですよ。ありがとうございます。